ハッピー、ベガベーガは、1975年に、ソニーが買収した、ドイツの音響、映像機器メーカー。その後、一時期発売していたテレビのブランド名。表示素子は、ブラウン管のほかブラビアの発売までは、液晶テレビ、プラズマテレビにもこの名称が使われ、リアプロジェクションテレビは、グランドベガと名付けられていた。 1996年11月に発売された28型ワイドテレビキロボルト -28SF5 に搭載されたスーパーフラットトリニトロン管はソニー独自のカラーブラウン管であるトリニトロン管の特徴を生かし従来困難とされていた画面のフルフラット化を実現した翌年の1997年5月にスーパーフラットトリニトロン管は FD トリニトロンカント名称を改め、32型28型、ハイビジョン、ワイドテレビに搭載され、その発売にあたって、ベーガをブランド名称とした。画質面での最大の特徴は、ハイビジョンテレビに、デジタルリアリティクリエーションと呼ばれる、新たな高画質技術が取り入れられたことが挙げられる。従来の NTSC 映像を高精細な、ハイビジョン映像へ作り変える技術で、その後、 デジタルリアリティクリエーション、マルチファンクション、DRC-MFV1、DRC-MFV2、DRC-MFV2.5 DR の順で進化している。ベガの登場は大画面テレビ市場に強いインパクトを与え、他社からも Face, T など独自技術で開発されたフラットテレビが登場するきっかけとなった。ベガは先日の DRC による アップコンバート技術が発売当初としては斬新な、ものでかつ完成度が高かった圧倒的な優位点を武器にヒットしたが、その煽りを受けたことによりソニーは薄型テレビの商品展開が遅れ、薄型テレビの時代を迎えると、テレビ部門は不振に陥った。デジタルハイビジョンテレビのブランドがブラビアに変更された後も、ブラウン管テレビではベーがブランドを継続していたが、 ブラウン管テレビの体調により2007年4月に全機種とも生産終了。同時にトリニトロンカラーテレビ自体が39年の歴史に幕を閉じた。なお、現在は全機種販売を終了しているが、かつてはベーガブランドでプラズマテレビも販売していた。また、ベガゲートという機能もあった。それはリモコンにあるベーガゲートボタンを押し、テレビ放送を見る。 ラジオ放送を聞く、データ放送を見る、写真を見る、ビデオを見る、音楽を聴く、録画をするといったできることが表示され、操作画面に沿って楽しみたいことにナビゲートする機能である。もともとこのー画の名称はドイツにおけるソニー製品の輸入・販売ブランドであったが、ソニーが買収したためこの名称を使用できるようになった。ありがとうございます。